回は世界で6000万回以上も再生されているエイプリルハンさんの二の腕エクササイズに挑戦しました。概要欄にオリジナルのプログラムを載せておきますので、ぜひ皆さんもやってみてください。お疲れ様です。一緒に二の腕頑張りましょう。8種類の二の腕エクササイズを45秒間ずつやっていきます。休憩は10秒です。最初は腕を体の前で交差させていく動きです。お腹を引っ込めて胸を張っていきましょう。背中はまっすぐにして猫背にならないようにして行っていきます。両手はしっかり前の方に伸ばしていきましょう。猫背になってしまうと二の腕や背中に効きにくくなるので、しっかり胸を張って行ってくださいね。この動きは二の腕にも肩周りにも効果的です。力まずに肩の力はすっと抜きましょう。首を長くするようなイメージです。腕を動かすたびに肩甲骨が動くのを感じながらエクササイズをしましょう。両手の位置は肩の高さよりも上がらないように注意しましょう。しっかり胸の前で動かします。さあ、スリムな二の腕を目指して一緒に8分間頑張りましょう。10秒間の休憩です。2つ目の動きは両手を上げ下げする動きです。一定のペースで頑張りましょう。腕は上下にしっかりと伸ばして力を入れましょう。なんとなく上げるのではなく、肘を伸ばし指先が遠くを通るようにして上げていきましょう。この時も肩に力が入りすぎて肩がすくまないようにしましょう。続けていくと背中のあたりや肩のあたりがきつくなってきますね。いつも動かさない筋肉を動かすのは気持ちいいですよね。スピードは自分自身のペースで大丈夫なので、一定のペースを保ちながら自分のペースで頑張りましょう。呼吸は止めないように気をつけます。上に伸ばした時にお腹の力が抜けないようにしましょう。常にジーンズのチャックをキュッと締めてるイメージでお腹に力を入れておきます。10秒休憩です。3つ目の動きは首の後ろで肘を曲げ伸ばししていく動きです。肘が正面を向くようにして頑張りましょう。なるべく肘が外側に開いてしまわないように意識します。二の腕が耳の近くに常にあることを意識しましょう。この動きが本当にしんどいです。ですが自分の腕の重みだけでもかなり効く筋トレなので、ぜひテレビなどを見ながら続けてみてください。お腹の力は抜けていませんか？常にジーンズのチャックをキュッと締める時のお腹のイメージですよ。下腹のあたりにふーっと力を入れてお腹を締めます。この動きは二の腕の振り袖部分、一番気になるところに効いていますよ。一緒に最後までこの動きを続けましょう。さあ、もうちょっとです。頑張って。休憩です。次は腕を L 字にして上下にパタパタと動かす動きです。肘は肩の高さまで上げて、なるべく下がらないように頑張りましょう。この時も肩がすくみやすいので肩はリラックスです。肘は肩の高さまで上げて、常に肘が直角になることを意識しましょう。肩が上がりすぎないように、腕がかなりきつくなってきますね。あったかくなってきたら効いてる証拠ですよ。素敵な二の腕をイメージしながら一定のペースで頑張りましょう。呼吸が止まらないように意識します。この動きをすることで二の腕から肩周りがまんべんなく鍛えられます。ゆっくりで大丈夫なので、首は長い状態で肩をストンと落として続けていきましょう。あと少しです。休憩です。5つ目の動きは体の横で腕を回していきます。横の壁に大きな円を指先で描くようなイメージでぐるっと回しながら腕全体を鍛えていきます。両手は肩の高さでしっかりと横に伸ばします。指先で大きな円を描くようにして両手を返しながら動かしていきます。スピードは遅くて大丈夫です。しっかり胸を張って腰が反らないように意識しながら二の腕を動かしていきます。特に後ろの方に手を返すときはなるべく後ろ側に回すようにしていきましょう。肩が力んですくんでしまわないようにします。この動きは特に女性だったらブラの上に乗ってしまう背中のお肉がありますよね。そのあたりにもしっかり効いてくれます。二の腕と一緒に背中も綺麗にしていきましょう。さあ、もう少しです。10秒休憩です。6つ目の動きは腕を L 字に曲げて開いて閉じてを繰り返していきます。
この時もしっかりと肘は肩と同じ高さになることを意識して行いましょう。この動きも早くやろうとしなくて大丈夫です。ゆっくりと自分の呼吸を感じながら腕を動かしていきましょう。両肘は肩の高さになるように、いけそうな方は体の前で肘同士を合わせるようにするとさらに肩甲骨が伸びてくれます。一回一回丁寧に行っていきます。開くときに背中が反ってしまうとお腹の力が逃げてしまうので、常にお腹の力は入れておきましょう。休憩です。次の動きは水かきをするように両手を後ろに漕いでいく動きです。肩の力は抜いて首は長くリラックスするようにしましょう。肘の位置はなるべく変わらないようにして手のひらを使って漕いでいきます。なるべく肘から下だけが動くようにしていきましょう。しっかり胸を張って呼吸を続けていきます。地味に見えますが意外とこの動ききついですね。続けていくとしっかり胸も開いてくれてデコルテのあたりも綺麗になります。一定のスピードで頑張りましょう。この動きは私も苦手でかなり腕がプルプルしてきます。二の腕が綺麗になるとタートルネックも綺麗にこなせますよね。自分がなりたい自分や自分が着たい服をぜひイメージしながら一つ一つのトレーニングを頑張りましょう。すごく今綺麗になってますよ。さあもう少しです。頑張りましょう。最後の動きです。最後は少し上半身を傾けて肘と脇を締めながら両手を後ろの方に伸ばしていきます。最後ですよ。頑張りましょう。お腹は締めた状態で上半身を少しだけ前傾させます。顎が上がってしまうと首を痛めてしまうので顎はしっかり引きましょう。肩が上がって首が短くならないように注意しながら両手を後ろに上げていきます。この時肘と脇はしっかり締めて両手は体側にくっつけるようにしましょう。手のひらは上側を向けます。腕全体を使って上下運動を繰り返していきましょう。上げる時だけじゃなくって下ろす時もしっかり腕全体に力を入れていきましょう。ゆっくりですがかなりきついですよね。この動きは本当に本当に二の腕に効きます。もう少しですよ。最後まで頑張って。お疲れ様でした。最後に軽くストレッチを行っていきましょう。両手は肩の上に乗せて肘で大きな円を描くようにぐるぐると回していきます。反対回しも行っていきましょう。今日頑張った腕と上半身を癒してあげましょう。次は腕のストレッチです。両手を交差させて肩の前のあたりを伸ばしていきましょう。しっかり呼吸をしていきます。8分間頑張った自分の二の腕を褒めてあげましょう。反対です。しっかり筋トレした後のストレッチは気持ちいいですね。次は頭の後ろで二の腕を伸ばしていきます。自分のいけるところまでで大丈夫です。今回の筋トレは本当に二の腕がパンパンになりますね。ただきつい分効果も高いと思いますのでぜひ続けてみてください。反対側です。今日疲れた二の腕がしっかり伸びていることを感じましょう。呼吸も忘れずに。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。かなり腕周りに効きましたよね。お疲れ様でした。今回は海外のチャンネルで6000万回以上も再生されている二の腕エクササイズを一緒にやってみました。本当に本当に効果がありそうなきつい感じのトレーニングなので、ぜひ一緒にやってみてください。概要欄に今回参考にした動画も載せてありますので、ぜひオリジナルの方も一緒に合わせてみてください。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。一緒に二の腕鍛えていこうね。じゃあねー、バイバーイ。